えー、こんにちは。昨日はありがとうございました。相談専用赤とありますが、LINE 送信したものの、友達にはなっていなかったので、まさか書いた文章が届いてるとは思わず文章を消してしまってましたと。なので、えー、なので、あと文章は、あと後文章は、後後文章はえー、送ってませんでした。 えー、昨日通院中の病院で持って、待ってる間、アーカイブで取り上げてるのにびっくりしたという次第です。おっしゃる通り最初の文は死に滅裂な意見文でした。すみませんでした。取り上げられてることに気づき再度送った文がストレスはないです。ほか、下。えー、なんて読うんだこれ。あ、ほか、下り悪党点などがないんだよな、えー。取り上げることに気づき再度送った文が ストレスはないです。ほか、りなどでした。その時点ではメンタルは普通でしたが、息子が帰宅してき、感情今までの思いの、やってきたこと、心が破裂することがありました。怪文書だなぁ。子供の頃から病弱でお金は支払いながらも、ほぼ登園できない子でした。 体弱くて人に何をされても我慢する子でした。幼稚園で、かっこいじめ、目をパンチされあざになる事件、かっこ閉じ、などたびたび今までありましたが、えー、息子が何か言われたりされても、相手に言い返さない子です。なんで言い返さないの相手の子が傷つくからと僕は言わないと優しく可愛い子でもあります。 小学生になり他の子より少し遅れていても少し差があるのは仕方ないかなぁと楽観的に考えてました。というのも自分も子供の時3年間きちんと幼稚園には通っていても兄貴や友達のように勉強ができなかったので母親からなんであなたはこんな簡単なこともできない私には似てない。かっこいい、容姿体型 かっこ閉じと言われて周りにも豚とあだ名もつけられたりもし兄と比べられ育ちました兄が頭いいなら妹さんもだよね偏見もありましたそのため中高と育つ上で自分を守る術で性格はどんどんきつくなり学生時代は荒れていきました先生にも肘で生意気だと殴られることもありました定額も3回くらい 3回食らってました大人になった今は先生や親に殴られたことは生意気で盾ついたからそりゃ怒られるようなと思いました。我が子ができ子育てしておりますが上の子は優秀下の子は発達と小1で小1年で診断されましたがでも自分も同じだったのではと。 差別せずお姉ちゃんはできるのになぜお前はできないなど言ったりはせず大人になればできるようになると思って育ててました。息子の症状は先生が生徒全員に問いかける、問いかけてることが自分にも言われているということと気づかない、ね。机の中は常にぐちゃぐちゃでお道具箱をよく落とし散らばせ物を壊す。筆箱にきちんと家に予備も 大量に買ってありますが、一本もないまま学校に行く、ノートを持たない、提出物を出さない、注意欠陥多動障害ですかね。きちんとした診断はされてません。軽度発達と言われ、週一の通級のみですが、四年生になるまで改善されることはなく、今では帰宅したら最初にやるべきことを決め、やることをやってから遊ぼうねと約束し、まず出すものはママに出す、 前どこだうんとん出すまず出すものはママに出す毎日一緒に準備をして検温カード宿題記入カード連絡帳はこのファイルと用意して宿題自主学習の提出はこのファイルと分けハンカチでもティッシュでも人より忘れるので多く予備を持たせ自主 学習も少しでも追いつけるよう問題を作ることを毎日繰り返してました。ですが、検温カードや宿題記入カードプリントぐちゃぐちゃにしたり、宿題をぐちゃぐちゃにして捨てる行為が4年間何度も繰り返されてました。なので先生に、息子は忘れて持って帰らないこともあるので、私が提出物にサインも記入もできないので、宿題やりましたと書く記入カード持たせるためにも、 連絡帳で先生とのやりとりに一声、あ、一言声かけてくださいと記入して連絡提出してねと言っても3日間遊びを優先してしまうようで出さず記入帳には大きく先生からチェックも入り、きちんと書きなさいなども10年間生きてきた中で繰り返した上の暴言でした。基本は3度注意をしますが、 三度目に起こるスタイルでした。もちろん発達だから、できないは分かってます。本人は気まずい時声荒げ、僕は発達だから、一つのことしかできないから待ってと学校で言ったこともあるそうです。だから一つ一つやろう。迷惑をかけてしまうからゆっくり一つクリアし、次に進めようと話を、話もしてましたが、やはり繰り返してます。 それが障害でもありますが言い訳に甘やかして育てるのではなく注意は繰り返し教えてダメなことは起こり育ててます私は世の中順番で先にあの世に行くことも考え彼がいなくなっても人に優しく思いやりがあり時には強くきちんとお嫁さんになる人を食べさせてあげるぐらいの人に成長させなければと育ててますが焦りもあるのかもしれません もっと心に余裕を持ちたいと思います。プーさんがお話しされていたことも以前から視野にも入れておりました。何度も私が育てない方がいいのでは、など、悩み、何度も壁にぶち当たり、乗り越え、我が子だから、産んだのだから、可愛いい息子なんだから、自分の責任だ、乗り越えられないことはない、考え、寝た、息子、眺め、な夜、泣き。 リセットし子育て何を言ってるんだろう以前から先生や教頭先生も力にはなってくださってました重い悩み自相に相談することもありました高学年になるにつれ教えることやることも増え悩むことも増えましたでも乗り越えても来ましたがその積み重ねが昨日虚したなどに変わり溢れた涙の感情につながりました 我が子だから障害があっても盾にすることなく育て、ネグレスト。えっ、ー、と、前回もネグレストって言ってたんですけど、ネグレクトです。はい。ネグレクトです。では、ネグレストではなく、親としてやれること自分なりにやり食事も当然ですが、私よりも多く食べてました。肥満度、肥満度中判定されてしまいましたが、 週末祖母の家に行き祖母が夜な夜なカップ麺など与えた結果、確固閉じ、えしくなった原因の連絡帳ほかいろいろですが、本人は怒られたくないから嘘をつきます。連絡帳出したと、先生のサインがないので嘘と分かりますが、きちんと事実確認のため担任の先生に連絡帳に書いてあるのですが、出したません、出したませんか。 と連絡し繰り返される行動にどうしたらいいのだろうかお話ししたところ教頭校長先生に担任が今回のこと相談して自走にもしにも学校からサポートする形の連絡をしたそうです本日電話がしから私へのサポートとして連絡が来るそうです担任の先生曰くお母さんは息子さんをきちんと見せてくださっているのは 学校側も分かっております。でもお母さんが壊れてしまっては家庭ぐちゃぐちゃにな家庭がぐちゃぐちゃになるので私たちもサポートに入りますし市の担当もサポートさせてもらっていいですかと連絡が昨日来た次第でしたなので夕方の時点はお悩みでした基本画面見ることは少なく耳で聞いてますどこの YouTube にコメントすることもありませんでした泣きながらどうやったらいいのか 吐き出したいほどお聞きしたかったですが、まさかの展開に電話でうまく話せませんでした。経緯も長く、説明も文章も下手でたくさん聞いてる中で、やはりお話もうまくできず申し訳ありませんでした。イライラさせてしまいすみませんでした。中には同じように育てている人いらっしゃれば、どのように対応して育てる るのかなと同じように悩んでる人の意見も聞きたい気持ちも正直ありました。朝になり気持ちも回にしっかりしないととたくさん泣いたりしたので切り替えてるき、切り替えてる次第です。この文章で伝わるのかバカなのでわかりません。少し昨日お話できて厳しくも優しかも感じました。ありがとうございました。まだまだ壁にぶち当たると思います。 壊れそうになる前に相談に乗っていただけるときはお願いいたしてもよろしいでしょうか大変失礼いたしました。追伸配信をいつも家事をしながら寝ながら聞くだけでしたが、まだ2ヶ月聞いているかどうかのレベルです。理解せずご迷惑をかけまして不愉快にさせてすみませんでした。だから悪気はなかったんです。な、なかったのは分かったんですけど、ただ、これすな あれは、えっと、相談、な、のかなえ何、っと、なんつったらいいんだろうごめんなさい。俺、これ、なんて答えたらいいかが、ちょっとっ、わえ、これ、ごめんなさい。あの、あ、相談っていうことですかあ、相談。相談ってなると、 これ、な、な、何を聞きたいのかがわからないですよ。で、なんか、同じ、同じようなお子さんを持ってる方が、どういう育て方をしてるのかは、俺の枠ではなくて、なんかそういうコミュニティが多分、インターネット上どこかにあると思うんですよ。 例えば2チャンネルのす、まあ、5チャンネルのスレッドとかでもそういうのはあると思うし、それ僕の枠でなんかこうみんなどうですかどうですかって僕がなんかこう自分の配信聞いてくれてる人に尋ねていくっていうのはなんかちょっと違うっすよね。それはそういうコミュニティが多分あるはずなんで、それを調べてそこに属した方がいいと思うんすけど。うん。 え、これで解決したんすかもしかして。え、今のこれで解決したんすかねそれとも解決してないですかわかりました。ありがとうございました。あ、解決したんだ。うん、LINE のオプチャーとかもありそうだしね。うん。そう。うーん。え、ちなみにそういうこ、そういうものって調べたことはないんすかインターネットで。 ないです。あ、ネット初心者ってことですかスマホって使い始めて何年くらいですか心底悩まなかったからああ、さっき楽観的にとか書いてあったからってことか。 ああ、でも、まずは、そう、インターネットで一番最初物事わかんないことがあったら、インターネットで調べるっていう癖をつけた方がいいっすよ。昨日は本気で虚しくなったどうしていいのか、と、や、悩んでしまったから。こ、それは何についての答えですか昨日は本気で虚しくなったどうしていいのかと、悩んでしまったから。どれについての答えだろう 息子の、昨日は本気で虚しくなった。どうしていいのかと悩んでしまったからです。息子のことです。<laughs> いや、息子さんのことはわかるんですけど、ああ、質問のい内容がち。ご自分自身が、えっ、ー、と、今まで例えば精神科とか心療内科とかって言ったことあります ありますえっとそこでなんか診断って下ってますなんか病名とかってなんか診断はなしえっと何の病名もつかなかったっすか昔突然朝のめまいが起きて原因不明のため病院で診断できず心療内科に行きなさいと言われた次第ですでその時に行ったんすかで心療内科では何て言われたんすかはいあ行ったんですかではいね で、心療内科では特に問題なし。うん。それ何年前の話ですか今も通ってる今も通ってるってことは何かしらの問題がなかったら通う必要なくないですかっていう。12年前。え、12年前から今も定期的に心療内科に通ってるんですか雑談をお医者さんとしてお薬内科 お薬ない、お薬内科のもらってる感じです。えっと、12年前から、えっと、要は通い続けてるんですかです。です。えっと、どのぐらいの頻度で通ってるんですか ?2 ヶ月に1回。12年間何もないのになぜだろう うん、え、そのさ、処方されてるさ、その内科のお薬っていうのは何ていうお薬を飲んでらっしゃるんですか全部、飲んでるお薬を全部お名前教えてもらっていいですか風邪、胃薬、風邪薬、胃薬など出し、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、それ今手元に薬があれば、その薬の名前教えてもらっていいですか ?PL?PL PL って書いてあるんですか風邪薬だね。 え、二ヶ月に一回風邪ひいてるってことですか風邪ひいてないのに風邪薬をもらうんですかあ,あいっぱいあるじゃん。うん、これを聞きたかって。マーズレン S。マーズレン S とビオスリー。ビオスリーは胃腸薬だな。成長薬だな。ノイロトロピンジマーズレン S が胃薬。ノイロトピンジは、 抹消性神経障害治療剤ってやつ。多分病院変えた方がいいんじゃないですかね、多分。これ、いや、俺も完全にこれセカンドオピニオン系の話だと思うけど、これ多分金ずっと取られてないこれ多分。悪徳医師じゃないこれ。何 <laughs> すか ?2 ヶ月に1回風邪ひくんすかまとめてもらってるだけ意味がわかんない。 まとめてもらう意味がわかんない。買うと市販の高いからあ、あなたの要望でもらってるってことですかえ、そんなことできんのあ、できるんだね。へー。うーん。あ、そうなんだ。そんなことができるんだね。やるところもある。あ、それは違法ではないんだ。へー。あ、そうなんだ。町医者とかできる。うーん。 言われるがままに出す医者もいるへえ息子くんがよく風邪ひき感染するのでおかしいと思ったら飲んでる悪化の前にああなるほどね風邪薬は簡単にもらえるんだへえあ,あそうなんだねお前たち詳しいねうん病院行きすぎだぞお前ら問題は本題の部分なんですけど何を相談したいんですかねこの長い文章を読ませていただいて 言いたいことがいまいちわからなかったっていう。で、今なんで俺がその病院の話がどうたらこうたらっていう話をしたかっていうと、えっ、ー、と、ごめんなさいね。これははっきり言わせてもらいます。僕あの、はっきり、はっきり言うのが、えっ、ー、と、うん、僕に来たところの相談に対して僕が思ってること考えていることっていうのをはっきり言うことが僕にとって誠実な対応だと僕は信じているんで。 はい。そこの言葉をね、わざわざ僕を選んで相談しに来て、それをなんかその場の流れで、こう、ね、えっ、ー、と、ごまかしたり濁したりするのって、相手にとって失礼だなって思うから、僕は、あの、担当直入にいつも言わせていただいてるんですけど、えっ、ー、と、あまりに、えっ、ー、と、会話が成立しなさすぎているというか、 うーんと、文章が苦手ですっていうレベルではないっていう。僕が今ちょっとずっとこの、このまあ前、前回が昨日でしたけども、その前の時から、えっと今回で今日で3回目なんですけど、えっと、あまりにちょっと文章が下手っていうレベルでは、ちょっと話が済まないというか、ですね、よく言われます。 なので一番最初の、えっ、ー、と、相談いただいた時に僕が、えっ、ー、と、精神参ってますっていう質問をしたのは、あの、メンタル来てそうですねっていう話をしたのは、その、要は、パニック症状的なものが今出てるのかなっていう。それでこう、頭に浮かんできたものを、そのまま整理せずにそのままつらつら書いてしまう。 頭に浮かんできたもの。普通は、頭に浮かんできたものを、あ、これは浮かんできたけど、これがここの文章の後に付けるのか、もしくはこの先にこれを文章入れておくのか、それとも、えっ、ー、と、こう話を流れていって、結果的にここにたどり着くのかっていうところを判断するんですけど、その判断が一切なく、頭に浮かんだものを全部書き、なんかその順番で書いてるだけなんですよ。そのせいで多分全然伝わらないんですよね。そういう意味で、 何かしらちょっと変な話。えっ、ー、と、それこそめっちゃめっちゃ失礼な。うん、その通りです。うん、そうっすね。その通りなことは、あの文章を読んでわかってるんですけど。えっ、ー、と、いや、えっ、ー、と、何すかね。自覚してるああ、自覚してますってなるんだったらやばいな、逆に。この場面で、 今、えっ、ー、と、その通りです。自覚してますっていう言葉が出る方がやばいんですよ。それが自覚がなかったですの方が、まだセーフだったんですよ。これ、どこかでこのパターン、身近で経験したことないですかまさに、えっ、ー、と、今、あなたがご子息をお、おね、あの、子育てをする中で、直面している問題点と、同じ、 問題を僕が今抱えている状態なんですよ。息子さんが何度同じことを言ってもできないっていう話をされてたじゃないですか。それ多分、えっ、ー、と、あなたはもう40代か50代って、なんかまあババアだって昨日言ってたんで自分で。そうすると変な話、えー、20年、30年、40年、50年それを言われてきてるわけじゃないですか。それを直してないわけじゃないですか。 だって自覚してるのに。自覚してるのに直してないわけじゃないですか。ってことは、えっと、ご子息と全く同じ状況があなたに起きてませんっていう。なので僕あの先ほど精神科がどうたらこうたらとか、あの心療内科がどうたらこうたらセカンドオピニオンがっていう話をしたのはそこなんですよ。だって、その通りです。自覚してますっておっしゃってるじゃないですか。 でも、今、俺とのやりとりの中で、それが変わってないわけじゃないですか。相変わらず、わからないままなんで、あなたのおっしゃってることが、僕には。まあ、僕の理解力がないせいだとは思うんですけど。なので、僕は一度あなたにも精神科医とか心療内科、だから今通ってるところではないところに、ちょっと、 えーと、人とのコミュニケーションがうまくいきませんっていう。なんか、意思の疎通がうまく取れませんっていう、えー、とー、話を精神科医なり、診療内科でお話しして、そこで診断をきちんと受けた方がいいと思うんですけどね。それでご自分で、まあ、自覚していて、悪いところを自覚しているにもかかわらず、それを直さないっていうことを、 ご自分がまずやってるのに、息子さんには消えちまえっていう言葉を投げかけるっていうのは、もう、無茶苦茶なんで。なので少なくとも僕は、もう完全にキャパオーバーしてる気がするっすよね。あなた自身。だから昨日、昨日の相談の時点で、そう、その、まあ、ショートステイを進めたかと思うんすけど、それ以外、 まあ、施設とかそういうところを進めた理由っていうのは、ほんと、多分このまま行ったらガチで虐待になるっすよ。ご自分でも昨日おっしゃってたじゃないですか。なんか手が出そうだったって。だから多分本当に虐待になっちゃうっすこのまま行くと。で、ちなみに虐待をするやつは俺は死ぬほど嫌うんで、もしあなたが虐待をした瞬間に、 えっと、完全に僕の中であなたは敵になります。そうなって欲しくないんで、なるべく早めに。なので先生や自走にちゃんと話しました。先生と自走に何を話したんですかねだって先生と自走は、そのショートステイをどうこうっていう判断をする、経緯を話したとて、 うんと先生と自創に、まあ、先生、まあ、自創はまだ可能性はあるけど、先生にそこを話したとて、しますよ。ごめんなさい、しますよっていうのはな、何がしますよなんですか先生、教頭先生、自創、死と連携取ってるようです。そこでじゃあ、ショートステイの話とかって出ました あ、ショートステイの話が出た。あ、じゃあ、ショートステイってどんなもんすかどんなもんだったすかそれ、市区町村によって違うんすけど、私と息子にいい道をとですが、あじゃなくて、ショートステイに対して、ショートステイの話が出たってことは、ショートステイの内容を聞いてますよね。どういう内容でしたショートステイって。無理だとなった時、少し離れる選択肢として、1ヶ月離れるなどの話詳しくまでは聞いてないです。うーんと、1ヶ月は離れられないっすよ。 あ、市区町村で違うくはない。ブラフ。本当に、本当に先生と教頭先生と校長自創士と連携取っててそこで、あの、ショートステイの話が、だって昨日俺が話した時点でショートステイなんか知らないみたいな感じの雰囲気だったから、だから今ブラフかけたんだけど、なんですかね、あの、伏線回収をしてるんですけど今、あの、1ヶ月離れられないっすよ。1週間ですよ。 一週間更新ですよ、確か。だから一ヶ月離れられるなんていう話にはならないはずですよ。放課後預かり預かりの話なども、出ました放課後デイの話ですかうん、放課後デイの話が出て。そういうところに行かせてみてはと。で、放課後デイについて調べました、ご自分で。調べてない。事業所とかの話って出ました昼から、朝から昼まで市や学校と電話し、昼には通級 で、事業、事業所の話って出ました。そこまで話は進んでない。 事業所の話は出てない。えっと、相談の内容が、まあ結局わからないままなんですけど、とにかく今まだご自分で、えっ、ー、と、まだ何にも調べてらっしゃらないってことですもんね。うん、なので、まず、えっ、ー、と、何をした、何をどういう方向に持っていきたいのかっていうのを頭の中できちんまあ頭の中っていうか、まあか、ものに書いてもいいですけど、書くなり、考えるなにして、えっ、ー、と、まず、どういう方向に持っていきたいのかっていう。 どういうところに着地したいのかっていうところを、まず、えっ、ー、と、そこを固めて、で、そのためには何が必要なのかっていうことを調べて、その中でわからないことがあれば答えられるんですけど、今、まず、何をどうしたいのかも分かってない状態で、こっち、その、ここういう、こういうラインですって僕が敷くわけにもいかないんで、変な話。なので、まずご自分の中で、 一回どういう風うに、そういや、ま、確かに昨日この話をしたと思うんですけど、まさに。だまず、まずご自分がどうしたいのかが決まってなかったら、僕もアドバイスのしようがないっていうか、息子とうまく暮らしていくためにはなのか、それとも息子と、えっ、ー、と、離れた方が、あの、いいのかなのか。で、そうなった時に、離れた時にどういう方向で進んでいったらいいのかっていう。 なのかどうしたいのか、それをだから、変な話、俺が決めるわけにはいかないじゃないですか、まあでも、俺は一緒に住まない方がいいと思うんですけど、間違いなく、まあ、それは昨日も、昨日の段階でも言ってますし、昨日の段階でその意見を言った上で、さらに相談が来たってことは、えっとそこはなかったことになってるわけじゃないですか、で、今、現状、今日聞いてみて、何がしたいのかがわからないんで、そう、だから、まず俺は多分学校の校長とか、なんか、なんだ 自創とかっていうよりも、福祉課の方が全然いいと思う。役所の福祉課に相談に行った方が、まず、まずはそこが一番いいんじゃないですかねっていう。で、現状今どういう状況なのかっていう話をして、で、まあ、こうでこうでこうでっていう話をして、で、この中でどう、どういう選択が一番ベストなんですかねっていう、福祉課に相談した方が、俺はその方がいいような気がするけどな。自創とかよりも。えっと、児童相談所というのは、えっ、ー、と、何か例えば、 保護が必要だったり、ええー、と、じゃあこれ別々にね、あの、今この状態だったら、このまま行ったら、じゃあ、虐待につながってしまうかもしれないっていうことを、えっ、ー、と、親御さんから自分がやってしまうかもしれないっていう相談を受けたときに、じゃあ家庭裁判所に相談をして、あ、話を通して、家庭裁判所から OK が出たら、えっ、ー、と、息子さんを保護してっていう、一時保護っていう。でも、自、ま、動、あ、相談所で保護できる MAX の期間は2ヶ月なんですけど、 ま、二ヶ月は保護できますよっていう。で、その代わりその後に帰ってきますよっていう。で、その二ヶ月の間になんとかあなたの心の準備をしてくださいね。な、なん、他のその他ものものの準備をしてくださいねっていうのが自動相談所。で、福祉課っていうのは、えっ、ー、と、こういう、こういう期間があります。こういう期間があります。こういう期間があります。こういう、えっ、ー、と、期間があります。で、こういう、えっ、ー、と、 助成金とか何やかんや、えっと、このフォローできるものがあります。で、この中であなたがこれとこれを選んでこうやってやった方が、こう、あなたにとって今こういうふうにいいんじゃないですかって言ってくれるのが、で、その、その際に手続きはどうしたらいいんですかあ、それうちで、じゃあ、あの、教えますんで、じゃあ、ここはこう、ここの部分書いてください、ここ書いてください、ここ書いてください、じゃあ、あと提出、提出しときますね。これが福祉課なんですよ。 だから、今、俺がさっき、ね、えっ、ー、と、相談する場所が間違えてるんじゃないですか、つって言ったのはそういうことなんですよ。ものすごくわかりやすいです。参考になります。すごくありがたい参考になりました。力強いです。えっ、ー、と、話を聞けてみ、道が一つ開けてありがたいです。このような話を聞きたかった。ああ、そういうことああ、これが、これが聞きたかったってことですかああ。ここが、じゃあ相談のポイントはここだったってことですかね あ,あ、聞けてありがとうございます。感謝ですっていうことらしいですけど。インターネットで調べれば、えっ、ー、と、あれが、えっ、ー、と、さっき言ったみたいに、同じような、えっ、ー、と、例えば発達障害の子供を持つ人たちが集まるコミュニティっていうものが、多分いっぱいあるっすよ。そこで同じ悩みの人たちと、こう、集まって、こう、 意見交換をすると、もしかすると、なんか一つ、ああ、こういう感じでよかったんだっていう、なんか道が開ける可能性もあるんで、だから例えば、まあ昔で言うところのミクシーのコミュニティみたいなもんだよね。<laughs> 今で言うところの、今で言うところ、ラインのオプチャああ、そうそう、Facebook とかでもあるらしいよ。だから、まあ、ミクシー、モバゲー、えー、グリーで探してみてください。 そこに、まあそういったコミュニティ型いやごめんなさい、嘘ですよ。なんかこの人本当に信じそうだから <laughs>。ちょっと、この人本当に信じそうだから、ミクシーモバゲグリーは嘘ですからね。あの、フェイスブックとかにもあるらしいですし、なんかそういう、なんかあの、LINE のオープンチャットっていうところにもあるみたいなんで、はい。っていうね、えー、ことで。課題を3つです。はい。課題を3つ。1つ目。1つ目は、えっ、ー、と、まず福祉家。 に、現状を話して、もう、直接行った方がいいですよ。多分、電話だと分かりづらいんで、直接行った方がいいです。直接行って、えっ、ー、と、話をちゃんとして、メモを取りながら、でも、あの、いろいろ話を聞いた方がいいです。で、一つが福祉科、二つ目、えー、これが、えー、精神科もしくは、えー、診心療内科にご自身が受診すること。今の、今受診している、今かかっているお医者さんではなくて、別の、別のお医者さんに行ってください。はい。で、三つ目は、えっ、ー、とー、 Facebook とかのアカウントがあれば Facebook とかあと LINE だったら LINE のオープンチャットとかで発達障害の子供を持つ 親御さんのコミュニティを探してみるとか、例えば、えっ、ー、と、ごちゃんにちゃんとかの、あの、そういうスレッドを探してみるっていう。そこで意見交換がされてるんで、まあそこでもしかしたら目から鱗のことも出てくるかもしれないんで、そういうところを探してみるっていうのがいいですかねっていう。本当に参考になりました。落ち込んだ時だったので、昨日は言葉にもつまり、言葉にもつまり言えず、本日聞けて本当にありがとうございます。神様プー様です。ちょっと、ね、よくわか,かんないですけど。神様プー様ですはちょっとよくわかんないですけど。 ちょっと、まあそう、そういうことなんで。うん。っていうことですかね。